こんにちは、ギタリストの渡辺和美です。これまで、レコーディングするために、それからバンドで演奏するために、たくさんの曲、オリジナル曲を作ってきました。その中から毎回1曲をピックアップして、僕はどんな感じでその曲を作ったか、その曲の中で、どんな風なアプローチを、しているかとかね、ちょっと突っ込んでやっていってみたいと思うので、よろしくお願いします。題して1回目はユニコーンの秘密。これは レコーディングの時に初めてできたわけではない、ね、っていうのがなんか浮かんできて、なかなかこう自分でちょっと納得できなくてね、ちょっと頑張っちゃったりしました、ね、今だから言えるけど、マイクが顔を覗かして、お前は俺にプロデュースしてほしいって、ベースはマーカス・ミナーで、ドラムスは、スティーブ・ジョーダンで行こう、